内閣府特命担当大臣は日本の廃止された国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つであった。内閣府が設置される中央合同庁舎第4号館日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として原子力事故の損害賠償に関する行政を所管する国務大臣である。原子力事故発生に際し、 原子力損害の賠償に関する法律に基づく事業者の賠償額を賠償法に基づく賠償措置額が超えた場合原子力損害賠償支援機構は事業者に対して必要な資金を交付する内閣府特命担当大臣はこれらの業務を担当する内閣府にて原子力事故の損害賠償に関する行政を司る組織としては内閣府の内部部局である 原子力損害賠償支援機構担当室などが挙げられる。内閣府特命担当大臣は、これらの組織を担当する。また、内閣府は、原子力事故の損害賠償に関してだけでなく、広く一般的な原子力行政も担っている。内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び、北方対策担当、金融担当、消費者及び、 食品安全担当の三大臣は内閣府設置法により筆致とされている。それに対して他の内閣府特命担当大臣は筆致とはされておらず担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため政権により増減や変動がありその役職名は必ずしも一致しない。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は 東北地方を中心に、甚大な被害をもたらした。この地震により、福島県双葉郡大熊町、双葉町に立地する東京電力福島第一原子力発電所も被災したことから、福島第一原子力発電所事故が発生した。2011年8月10日、原子力損害賠償支援機構法が交付、施行された。それに伴い、 内閣府特命担当大臣が設置され、内閣府特命担当大臣が任命された。同時に、内閣府の内部部局として、政策統括官のもとに、原子力損害賠償支援機構担当室が設置された。2014年8月、原子力損害賠償支援機構が原子力損害賠償廃炉等支援機構へと改組されるのに合わせ、第2次、安倍内閣にて廃止された。 最後に大臣を務めたのは、茂木敏充経済産業大臣との兼務であった。後継の役職として、内閣府特命担当大臣が設置され、刺激が横滑りで着任している。任命、補職は3段階で行われており、まず、国務大臣に任命するとの歓喜が出され、ついで当該の国務大臣に対して、内閣府特命担当大臣を命ずるとの事例が出され、 さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して原子力損害賠償支援機構を担当させると命ぜられる。これらの事例は官報に掲載されるため、その記載に基づき内閣府特命担当大臣と表記される。例えば2011年9月22日付の官報には内閣府特命担当大臣細野岳海外出張不在中内閣府。 特命担当大臣事務代理を命ずるとの記載が見られる。新聞などの報道では、簡略化して、原発担当大臣、原発担当省、原発大臣、原発省と表記されることも多い。英語での故障については、Minister of State for the Corporation in Support of Compensation for Nuclear Damage とされている。ありがとうございます。